コンピューティングのセキュリティ開発ライフサイクルはマイクロソフトが提案するソフトウェア開発プロセスであるソフトウェアセキュリティに関する信頼性の向上とバグの増加を抑えるために使用されているまたソフトウェアの維持費を抑えるためにも使用されている SDL は基本的なスパイラルモデルに基づいている今日ではマイクロソフトのほぼべてのソフトウェアプロダクトで 適用されている。ハワード、マイケル・リップナー、スティーブ、ザ・セキュリティ・デベロップメント・ライフサイクル、SDL、A プロセス・フォー・デベロッピング・デモンストルブリー・モア・セキュア、ソフトウェア、マイクロソフトプレス、ISBN 0735622140ハワード、マイケル・リップナー。 スティーブ、ザトラストワージーコンピューティングセキュリティデベロップメント、ライフサイクル、マイクロソフトコーポレーション、http コロンスラッシュスラッシュ msdn2.microsoft.com スラッシュ en-us スラッシュライブラリースラッシュ ms995349.aspx2011 年8月31日閲覧マウリャ、ハリ、マイクロソフトセキュリティデベロップメントライフサイクル。 ショートレビュー。テクサーフィス、h t t p t e c h s e r v i c e c o m 2 0 1 0 0 1 Microsoft Security Development Life Cycle SDL HTML 2011年8月31日閲覧。ありがとうございます。